お前も用済みということだ。すげえ。これこそ俺がやりたかったエルデンデン。クソ以外の選択肢のない。うわー、無理ー。コリンはいるかな。コリン、コリン、あー、ルンの子ありがて。いた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 。 DLC から帰ったよ。気づいたと。センスはただの狂人やった。傲慢な古代妄想信じ込み、黄金律の完全を否定し、一人よがりな完全をなそうとする、信仰破綻者だったんです。マジかよ。見てください。あれほどに探求した完全があのように燃えてるんですよ。あ、俺がマジであれ。同じこと言うだけか。もう壊れちゃってるんやな。同じセリフを繰り返すだけでもう何もくれないと。ならばコリン、お前も用済みということだ。仕方がありません。まだ信仰失ってない、こいつ。まだお前信仰失っていないのか。俺なかなかやな。お前鎖回し結構痛えな。お前にも剛罰をくれてやるよ。そんなことやってる暇ねえだろ。終わりだよ。ははははなんでこんな浮くの毎回。浮きすぎだろ。魔法とか祈祷やんな、こいつ。ほうき星、ほうき星、ほうき星。ほうき星連チャンすな。あー、それライカートのやつやな。無敵時間で回避もできるんで、ユーン。あいーはははあいー。いや、強っ。人型相手に無双やん。人は神を殺せんのだ。俺はすでに神を殺しているぞ。何を言ってるんだ。ミキラとかいうクソガキをすでにやってるんだよ。すげえ、すげえことなってるっておい。つうわけでこの蛇のフレイル使っていくわ。ゴッドフレイガチ苦手なんよ。大丈夫かな。機関銃、待ちわびた王の機関銃。なんかこの動き方気になるわ。これ大丈夫なんかこいつ。お前まさか爆発金槌、お前なのか。こんな姿になっちまって。これ何やったっけ。王たる回復の上やな。あ、ネフェリルーか。なるほど、ここで出せるんだ。まあ出さんがな。アティッシはソロ。さあ、正々堂々殴り合おうじゃないか。さあ来い、最初の王よ。足、足、足の癖。うるさいっすよ。It's been... 久しかったな、モーゴってよ。そんなにちっちゃくなっちゃって。モーゴットとモーグ様のお父さんやんな。あとゴッドウィンか。Long and hard didst thou fight, tarnished warrior, tarnished, spurned by the grace of gold. てかモーゴットと声一緒じゃね。Be assured, the Elden Ring, Elden Ring resteth close at hand. 声一緒じゃねえすか。Alas, I am returned. なんで帰ってきたんだお前。言葉は不要だ。さっさと来い。To be granted audience once more. Audience once more. さあ、来い。最初の王の力を見せてみろ。Upon my name as Godfrey. 救急車来た、救急車。お前のこと迎えに来たんや、救急車が。Elden Lord. ピーポーピーポー言うて。さあ、行くぞ。初手何やったっけ。それね、まあ割と素直なモーションやったような気はしてる。うりぃ爆発。いや強いね。もちろん普通に殴ることもできますよと。はいはいはい、まあその程度。痛くも痒くもない。てかあれやん、火を力をちょうど刺さるじゃん。まあでも全然やれる火力は出てるね。だが俺は DLC をクリアした男。よいしょ。黄金樹と重複あんのか。黄金樹とは重複してる。ただ多分黒煙と重複がね、おそらく、相当に火力は増すはずだが。ならば、ジャンプ攻撃食らっとけよ、お前。遠慮すんじゃねえよ。いや、つれえな、こいつ。さすがに。俺の生命力の問題かもわからんけど。
悪くはねえ、軽くやろ。エルデンのボス戦ガチで緊張感えぐいから喋れねえんだわ。さあ当てづれえ攻撃が。タケノコ早すな。なんだそれ、なんだそれ。なんで俺こいつにこれ使ってんの。ラダゴンに使えばいいじゃねえか。ラダゴンに使うときに置いときゃいいんだよ。斧で殴り合おう。斧には斧だ。これ使ってみようかな。セキロの弾きらしいんよな。使ってみよう。セキロしようぜ、セキロ。あー、ちょっと今のタイミングずれたか。あ、ほんまや、セキロや。あ、すげえ。ほぼノーダメじゃん。武器でガードしてんのに。え、面白いこれ。セキロやろう、セキロ。ちょっとでも難しいな。いや、でもどうなんだこれ。弾きあったところで、お前の体幹を削れるという、仕様があるわけでもなし。どういうメリットがあるんだ。後ろに避けたら当たっちゃうよな、これ。ほら、マリケスの力暗いな。え、全然効かねえじゃん。弾きからのガードカウンターか。こういうことか、なるほどな。こうね、あー、なるほど。けど、それどうだ。あまりにもハイリスクすぎんか。ディスク分のディターンがねえぞ。よいしょ、メーン、メーン、ヘッメーン。大丈夫、案外範囲はねえから。え、だい。俺はな、回復狩りをやってくるやつが一番綺麗なんだよ。こうだ。いいね、これ面白い。あー、面白いな、この弾くやつ。これこそ俺がやりたかった。エルデンディング。そこいいよ。よいしょ。こっからスコ。おめえなかなかスコよ、こっからは。あー、それね、さあ、それそれそれ、それそれ。こっからスコと言ったな。それは、嘘だ。お前にプレゼントだ。受け取り。これ多分食らってる。通ったな。ああ、ダメだってもう、せっかくルーン使ってんだから。やっぱ腐敗はいるわ。カンストジャケの、後ろに避けたら当たる。ナイス。ええ感じで来れてるんじゃないですか。よっこらー、ショイチロー。やめてくれ。それはやめてくださいよ。弾き慣れてきたぞ。え、これ楽しい。やりやがって、こいつ。くそ。一回ぐらいホーラルいっとけよ。けどいけんな。これ、血と状態上必須か。しゃね。状態上はつけよう。ルーン使いたくねえ。残り7個やばいな。残り7個、まあ、ジャンペン。何回すんねん。何回そればっかすんねん、お前。ガチでそれしかせえへんやんけ、こいつ。おい、どないなっとんねん。大概にせえ、じじい。俺いい、ジャンプ攻撃。あー、それは食らうような攻撃じゃねえって。これやりやがったな、お前。え、なんでだよ。けどまあ、お前の申しはね、見切ったよ。いいボスだね、おじいちゃん。率直やな。こういうのでよかったよ、こういうので。なんか全然変身しねえじゃん、じじい。うわ、それ辛。猟犬ステップ偉いわ。ただもっと殴らんと。ようやくか。ようやくホーラルーか。一発でいけりゃ熱いがどうだ。セロシ。That will be all. もうよい。Thou didst me good service. セローシュって何もんやったの。殺すことなかったよな。殺すことなかった。ガチでここ納得いかん。おい、かくかく。行儀の良い振りはもうやめだ。エナフ。うりぃ、完全にジョジョ。口くせ。今より俺はホーラル。戦士よ。初手つかみやんね。一応回復で。で、こっから素手で行こう、お互いにな。そのために俺はね、持ってきてるんだよ、これをな。あ、どん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 からの、これどうやって行こうか。なんでやれば、バカ野郎。めちゃくちゃ。さあやろう。拳で語りよう。いや、足で語りよう。モーション見やすいか、でも。
見やすめであるかもわからんけど、これどうやって避けるんだよ。お願いローリング以外の避け方を知らん。いや、いつ殴りゃいいんだよ、こんなの。よいしょ、いえ。さあ、イデオテウル。まさかのテウルな。さあ、お前の力見せてくれよ。だいぶ硬いらしいから。仲間が出てくると、それはそれでタゲがね、分散してちょっとやりづらくなっちゃうんですよね。いっちゃいい、ね、テウルそんな強くなくないこいつ。おい、死んだぞ。テウルそんな強くねえじゃん。あれか、彼方の回復使わんかったらそんなにか。ほとんどタンクにならんかったぞ、こいつ。ボス言うたけど、俺はちょっとお前が嫌いになってきてるぞ。もうなんかもうディレイとフェイントばっかりじゃん、おめえ。それが王のやり方かよ。絡めてがだるい。絡めてのだるさ。かなた回復でとりあえずおっさん回復や。話はそっからや。だいぶ回復化したな。くそ、なんだそれ。けどこいつガチでいつ殴ったやの。殴るとき、殴るって、殴るタイミングのなさ。殴るタイミングのなさ、えぐし。おい、もうマジで正真正銘最後やど。ルーンの子。あよ、第二形態いかんか、わだれこり。第二形態早いけ、こり。このゴッドフレイ好きなんやけどな。ホーラルーがなんかガチで殴るタイミングなさすぎて。ボスだけが楽しんでるタイプじゃん。は？何それ。さっきのボスの攻撃がまだ残ってたってこと。おい、マジでめちゃくちゃなことするやん。俺も怒ったわ。おい、まともにお前とやる気失せたわ。お前まだ真正面からやれて楽しいボスやなーって言うたじゃん、さっき。それ返せよ、俺の言葉。徹底的にコスクやろ、ここから。こんなやつにギリ通す必要ねえよ。おめえみてえなゴミにな、ギリなんかもう通さねえよ。お前自分から捨てたんだ、誉れよな。いて！てめえは自分から誉れを捨てたんだ。わかるか、ホーラル。お前も来いよ。遊ぼうぜ、一緒に。ちょっと待って、ネフェリバカ強いねんけど。ネフェリバケモン。なんだあいつ。お前が王だったのか。おい、なんかボリボリ減ってくって、ゲージ。あいつ何してんの？こいつ何してんの、こいつ。チーターいる、チーター。味方にバケモンいるって。なーるるるるる、これ、ワンパンじゃねえよな、ワンパンじゃねえよな、ワンパンじゃねえな、さすがに。てめえはな、俺を怒らせたんだよ。もう終わりやろ。え、お疲れ。えい。いいか、誉れを捨てたのはてめえだからな。俺はまともにやろうとしてやったんだよ。てか、ネヘリガチで強くない、こいつ。えげつなかったと。バケモンみてえなダメージ、出てましたか。さあ、いよいよラストですね。恵みとオータル、性防護、火を力を、これだけでいいや。十分です、こんだけだけで。これだけで十分です。ここまで長かったよ。多分、パート51か52やな。今こそ王になろう。マリカ。あんたの恨み、晴らしたかんな。あんたも随分苦労したやな。知らんかったよ。だが、それに比べてよ、ラダゴン、おめえはなんだ？おめえは一体何をした？神曲ね。ここでメインテーマって熱いよな。さあ、やろう。エルデンリング、俺がもらおう。かっけえな、しかし。さあ、正々堂々殴り合おう。さすがにね。ほとんどお前の攻撃は全部ガードできると思ってる。あ、いいダメージやね。あ、でも結構カット率しんどいか？いや、結構食らうじゃねえか、お前。王たる性防護かけてますよね。物理比率が高いか。こいつらもうし覚えてねえわ。覚えてるつもりやったけど覚えてねえわ。意外とカット率しょぼいのか、これ。いいダメージですよ。それはガードできる。赤、それは赤。飽きまへん。あ、出た出た出た、そういうの。あ、そういうのね。あ、そういうの。あ、もうそれはガードでいいんだよ、そういう避けづれえのは。避けづれえやつだけガードすりゃいい。そういうのね。まさにそういうやつ。そのためにこの盾担いでんだからよ。赤、やめてください。やめてくださいよ、お父さん。もうって。どれをガードしてどれを避けるかっていう取捨選択。それもなかなか難しい話よ。これは余計やな。これは余計。
で普通の殴りも余計で、これガード、あー2連ですか、なるほど、そうですか。いやー、亀の甲羅に俺は完全に侵されていたんだ。スタミナ回復速度慣れね。それいいよ、タイミングは見切らしてもらったで。ごめん、嘘です、嘘ですがな、そんなの嘘ですやん。あかん、そこ危ないよ。俺はお前の娘の結婚相手だぞ。そうか、だから怒ってんだこいつ。なんかすごい素直な性能してるよなこのヘビ。あ、それは避けたかった、避けたかった。それ食らったらそれやってくんのか。いたんやけよ、ちょ鼻の穴がかゆい、ちょ鼻の穴かゆいんすよ今。ちょ待って、もうていいっすか。やめなさい、やめろってバカ野郎、来んな。いや強え、あー強え。おじゃーおじゃー、黒煙の守りと火を力よが重複しねえのしんどいな。いやーもうやから微妙なディレイをすんなお前、ディレイの塊やんけお前こいつ。あー、やったやったやった。はい、完璧な回避、完璧な回避をしていっといて微妙ディレイけど、まあいずれ対応できる、いずれ対応できる、いずれ対応できる時が来る、いずれ人類が貴様に打ち勝つ日が来る。出た、それ避けられへんねんな俺、避けれたけど、こいつさえありゃ勝ちなんだよ。俺エルデの獣はまともにやるつもりないから、トレントに乗れるようになったらしいから、トレント乗りながらもうムシートの槍でドゥジュ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 ンですよ、もう言うて。ああ、ハセある、ああ、ハセある、避けろ避けろ。ああ、なんだそれ、もうちょっと残るのやめろ。こいつって逃走するやんな、するはずよ、なんなら殴ってればダウンもすると思うんだが。あ、するする、投手いいね、出血は通らんが投手はすると。だからそれちょっとディレイ、ちょっとディレイが嫌なんだよな。やるんやったらもっと男らしくディレイしろお前。男らしくとか言うたらなんか性の多様性がなんとか言われるけどさ、男らしくディレイしてほしいわ。ここはあえてもう戦技入れずにいきます。いや、じゃあ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 、もう痛いよ。でもだいぶ削ってる、これやね、これが我が勝ち室。出た、ちょっとディレイ、ちょっとディレイやり、ちょっとディレイやり、やめろお前。うわ、出た、それどうやって避けよう。最後のやつちょっと避けられんから、もうゴリ体、ゴリ体、ゴリ体ね。意外と性攻撃力痛くねえじゃん。ああ、もうそれが誰、それ誰、あ、ほんま誰、あー誰誰、あー、うざ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 。それがだから私避けれないんです、避けれるんですけど、無理くり入れろ。あー痛い、あー痛い、これが痛みか。ダイルンがあればよかったんですけどね、ホーラルーとかいうクソジジイのせいでなくなりましたからね。ちょっとギリギリ届かねえな、なんだこれ。痛い、太ももに金玉挟んでめっちゃ痛い、黄金砕きやって初手エオニア狙う価値は絶対にあるな。あなた腐ります、腐ら、あ、腐ってるわお前。腐敗通るんだ、出血だけか通らねえのは。てかエオニアって強化された、これ明らかに昔よりもダメージでかなってね。うわ、だるそれ。俺が距離を空けすぎてるってのはあんのかな。けどまあ初手エオニア安牌分かりまして、前ローリング、前ローリングだったら避けれるんだ。俺今までずっと後ろに避けてたから当たってたんだ。そう、このまんま生きてえな、獣まで、害獣まで。あー、もう最悪。それも完璧やな。いや、今の余計うめえ。これはちょっと食らうわけにはいかないっすね。もうそれそれそれ、それも後ろ回避あかんやつやね。基本的に全部前。くっさ、いいて、いいて、いいて。お前の攻撃全部前避けでいい。だが一旦回復だけさせてくださいねと。これ後ろに回り込めばいいやろ。いや、当たるんけい。これこんなぐるぐる回ったっけ。ある程度距離定まったらそっから動かんイメージだったけどな。
それ後ろ回避ダメだって。これぐらいの距離になったらそれやってくんのね。いやそれやめろ、それさえやらんかったらな。全狩り、だがいけんなこれ。あ、俺の勝ち。で、すぐにこれセットしといて、一応全開するか。さあ、終わらせるぞ、この戦いはな。もうな、まともにやるつもりねえから、害獣は。エルデの流星をゲットしない人からしたら、ガチでお前なんで出てきたってなるやつ。マジラダゴンでよかったよな、ラスボス。ラダゴンだけをもうちょっと固くしとけばよかったよ。で、ラダゴンちゃん、剣になっちゃった。歴代最も納得がいかないラスボスナンバーワンやろ。ただ見た目は綺麗やねんな。見た目だけは好き。さあ、死ぬ準備はできたか。害獣、駆除以外の選択肢はない。トレント間違えて読んだ。さあ、行くぞ、トレント。で、ここに、もうこれ。これで終わらせる。すべて終わらせる。終わんねえか。ここでトレント出たの、これ熱いな。さあ来いよ、エルデンリング出してみろよ。俺じゃないんかい。いや、ここでトレント乗れるようになったらほんまに神調整。さあ来いよ。ああ、それダメ、それダメ、最悪やって。もうトレント乗らん方がいい。害獣、駆除以外の選択肢はない。最後のプランを。意外と終わんねえな。なんならサクッとやれるつもりやったのに、意外と終わんねえわ。これなんだこれ。あー、それか、エルデの宴会芸な。黄金の宴会芸やけど、まあこれもお願いローリングできるんじゃないですか。てかこれトレントで避けろよ。ヤッホーい、トレント乗れるだけでこんな楽なるか。トレントに乗れるようになるだけでこんなに楽になるということは、お前の強さのほとんどはまあ距離を空けてくることにあったということやで。うりえうるるり。よし、こっから殴りやな。ナイスブシート、終わらせてくれ、おっさん。お前がエルデの王になったっていいんだよ。害獣、駆除以外の選択肢などない。最後のプランを。はい、お疲れ。ガッツレイン、ラニすまんな。俺はこの世界を焼き溶かす狂い火の王とならん。最後せっかくやから、ちょっとミドラーっぽい格好にしたいな。俺がミドラーの意志を継げ。うりぃ、俺は人間をやめるぞ、メリナ。すべての罪と苦しみを焼き溶かす狂い火の王とならん。すべての苦しみを俺が焼き尽くしてやる。ミドラー2世。この頭装備くるよな。世界を燃えよ。一番楽しそう。綺麗だ。燃えろ黄金樹。綺麗だ。その才華は後にこう呼ばれるだろう。サメビーバーの人。メリナ、お前結局出てこんかったな。DLC。トレントの指輪、そうか。狂い火のなんかのアイテムのテキストに、霊も焼いてしまうみたいなテキストがあってんな。トレントもやから燃えちゃったんだ。
Lord of Frenzied Flame. I will seek you as far as you may travel. お前には無理よ。To deliver you what is yours. Destined death. メリナがメスメルの妹ってのはもう確定やな。あー、エルデンリングクリアということで、まあただね、いくつかまだやってないダンジョンあるからまだ続くかもわからんが、とりあえず一旦これでおしまいおしまいかな。あー、でもあれやね、あの DLC2 周目のミソギが残ってるわ。まあソロで全ボスやろうぜっていうミソギがまだ残ってるから、それやったらもう終わりかな。まあ次回から DLC2 周目になっていくって感じでございますな。てなわけで今回も最後までご覧くださった皆さん、どうもありがとうございました。てなわけで See you next time, bye bye。 次回また遊びに来てな。ほな。